むことができる。もちろんある程度のルールは決めなければいけないと思います。朝の時間だとか夜の時間だとか、そういうものを決めなければならないと思いますけれども、大人がここでねゲートボールを自由にやっているのに子どもたちが遊んじゃいけないなんて、そんなバカな話はありません。ぜひ皆さん、子どもたちのために少し我慢をしてあげてもらえないでしょうか。栗原公園に限らず、どこの公園でも新座市内の公園はボール遊びができるようにしたいというふうに私は思っています。それには町内会の意見だけではなくて、栗原小学校の子どもたち、これも、その話し合いに参加させてもらってですね、近所の皆さんと一緒に、いや僕らもここで遊びたいんだよ、気がついたら中学生になっちゃったぜってな、高校生になっちゃった、ぜって、そんなことにならないようにですね、子どもたちが本当に、お父さんお母さん